淀川電車区は、かつて、大阪府にあった日本国有鉄道及び、西日本旅客鉄道の車両基地である。1932年から1985年まで、大阪府大阪市宮古島区中野町の、大阪環状線桜の宮駅の北側にあった、初代の淀川電車区と、1985年から、大阪府東大阪市川又の片町線。 放出駅の近くに移転して成立した二代目の、淀川電車区の二箇所が存在した。1932年片町線、市場縄手片町間の電車列車運転開始時に、大阪市宮古島区中野町五丁目、大阪環状線桜の宮駅の北側にある、淀川駅に隣接して設置され、大阪地区で最も古い電車区であった。片町線及び、上東線、 西成線の車両基地として使われており、大阪環状線、片町線ともに当時の車体色が同じオレンジなのは当初は淀川電車区所属の車両を共用していたからである。淀川電車区は現在の桜の宮リバーシティや大阪市立、総合医療センターの場所で大阪市電の宮古島車庫も隣接しており、付近一帯は一大車両基地となっていた。 片町線の貨物支線である上等貨物線上にあった、辰見信号場のデルタ線から分岐していた、通称淀川貨物線と大阪環状線京橋駅北方からの貨物線を、介して両線に繋がっていた。1960年に淀川電車くもりの宮橋地所開設後は主に、片町専用車両の基地となり、末期の所属車両は101系、103系のみであったが、 雲屋145に挟まれた381系特急電車が出入りすることもあった。淀川貨物線からの入りデク線は、宮古島消防署付近にあった踏切で分岐していた。この踏切は多数線路があったが、淀川電車区につながる一番北側の一線のみ、電化されていた。1982年に淀川駅が廃止された後も、 淀川電車区は存続したために、淀川電車区へつながる線路のみ存続していた。また、閉鎖まで環状線との連絡線も存続していた。1985年3月14日に、放出発出所にすべての機能を移転し、関西国鉄電化発祥の地である初代、淀川電車区も閉鎖された。当時は、大阪環状線と片町線は、 淀川電車区を介して線路がつながっていたが、同電車区廃止後は直接線路はつながらず、両線の間の車両移動は上東貨物線と東海道本線を介して、大迂回しなければならなくなった。貨物列車がディーゼル機関車牽員の上東貨物線が北部だけ電化されているのは、この淀川電車区に出入りするためであった。 特に1985年3月14日から1989年3月までは、片町線は他の電化路線と直接接続しておらず、上等貨物線を経由しなければ車両工場へ電車を改装することができなかった。1985年3月14日に、宮古島区から東大阪市に移転し、移転前から組織改装されるまでは、ヨ川電車区放出発出所と名乗っており、 発出所だけが存在している状況であった。大阪府大阪市中央区にあった日本国有鉄道の車両基地、森の宮電車区の前身にあたる。運転手が所属しており、1997年3月8日に京橋電車区として分離された。所属組織の略号と、淀川の電報略号である淀から構成されている。国鉄分割民営化後は、金淀で、 その後の組織改正により、本、ヨトとなり、1993年6月に大阪支社が発足して、大、ヨトになった。1997年3月7日までは、片町線用の207系電車が配置されていたが、JR 東西線開業に伴い配置車両は、高槻電車区に転出したため車両を無配置となった。ありがとうございます。